一の本音が出たな。解決しました。解決した。無理して元気でいるようにした。真空状態を作り、超高速衝突を解析するため、超スローモーション撮影を行います。貫通しましたね。すごいね。綺麗に丸い穴が開いています。これは驚くほどではありませんが、裏を見てください。相当な損傷を受け、一部が溶けています。その結果、構造物が内側から破壊されたというわけです。激しい衝突で構造物の破片が散らばり、デブリの雲ができます。そのデブリ雲が衝突地点以外の部分にも被害をもたらしました。別の実験では直径5ミリの弾を秒速6キロで衝突させました。すると構造物の破片や溶けた金属を含むデブリ雲が発生し、その力によって外側の層がめくれました。しかもそれだけにとどまりません。デブリ雲の威力は構造物を突き破り、さらに厚さ数ミリのアルミの板も貫通しました。凄まじいエネルギーです。このシートベルトの整備を注意してください。こうした超高速衝突から人工衛星を守るには、内部に空間の層をいくつも衝撃を和らげるしかありません。
ないゾーンからは外れました。します。この線以外に落下する危険はありませんが、ここからここまではまだ可能性があります。注意してください。史上初となります。
高いシステムを作ることができるんです。将来にわたって人工衛星を打ち上げるには宇宙開発の持続可能な管理が必要です。うるせえ、うるせえ。ヨーロッパ宇宙機関の研究者ルイサ・イノチェンティは10年前から航空宇宙産業に対して変革の必要性を訴えてきました。うるさい、うるさい。宇宙を汚した人類は掃除を始めるべきです。掃除には費用がかかります。これ以上汚さないためには、この先一般道、その他マジックエリアに注意してください。ミッションの成功。
ではスペースデブリの削減を目指す法律ができました。他の国はそれに続くのでしょうか。未来の人類が宇宙で活動できるよう、今私たちは行動しなければなりません。中国南西部、その山奥に広大なパンダの保護区があります。野生の生態は謎に包まれているパンダ。5年にわたる密着取材で出産や子育ての撮影に成功。貴重な野生での暮らしが見えてきました。地球ドラマチック、野生のパンダに大接近、前編赤ちゃんの誕生、 E テレ26日土曜夜7時です。スポーツ集団、東京オリンピックで銀メダルを獲得した本田智恵、目指すはパンダの金。Thank you.
緒ですよ。ただしこれはチャパティ、こちらの商品、はい、これはチャパティ、はい、みんな喜びます。飲み込むの早いな。大人でしたらみんなはあのチャパティと、また一番に言うとみんなお酒飲みながらこれやって、